皆さんこんにちは、ゆりかです。今日はベージュゴールドとピンクの組み合わせのアイメイクをしています。よければ最後まで見てください。
はい、いかがだったでしょうか。今日は春を意識してピンクのメイクをしています。目尻のところにピンクを使ってリップもピンクにしているんですけど、チークはあえてオレンジにしています。あとここにベージュゴールドを使ったので、ハイライトはメイクアップレボリューションのホワイトゴールドのハイライトを使っています。ちょっと多めに使ったんですけど、こことやっぱここにもつけるのがすごい好きです。目頭にもつけたのも輝き方が綺麗なので目尻にもつけてみました。いつもよりしっかり跳ね上げたアイラインも今日は意識してやっています。このマリブのアイシャドウパレットはピンク系のパレットなんですけど、結構いろんな色が入ってるので使いやすいかなと思います。まだまだ肌荒れとか赤みとか腫れがあったりするので、スキンケア動画は気長に待っていただけると嬉しいです。今度自己紹介動画もやろうかなと思います。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。役に立ったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。では次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。